さあ今夜はね、はい、ホールを飛び出して、はい、こちら大分県のね田ノ浦ビーチに遊びに来ております、いいですね、やっぱりこう私たちね運動不足になりがちなのでね、ちょっとやっぱこう、ね、散策しながらね、うん、ウォーキング的な、はい、ね、こんな感じをお届けしていきたいなと、はい、時にこんな緩いのもいいでしょ、いい ねやっぱり、うん、ね、いやとはいえもうこのビーチ、ね、素敵な景観ですね、そうですよ、ね、なんかお疲れ様、いやいやもう秋じゃないですよ、田ノ浦ビーチこの夏もね、うん、たくさんの海水浴お客さんをね、そういうことですね、和ませてくれたビーチありがとう、ありがとうありがとう、ね、海満喫しました、俺ね今年はね、うん、珍しくも3回ほどね海水浴行って、あーそんなに行ったの、海満喫したんですよ、行きましたよ、私も行ったから、行った、白くの、まあ、10月になったからね、あれどうだろう、 SP500 とか塗ってるよ、500はないけど、ないの、でもめちゃくちゃ塗りましたよ、やっぱり、ね、女の子だからね、うん、女の子だからね女の子だからね、いいじゃないですか、ね、でもほらもう秋になりましたから、うん、秋といえばほらやっぱりね美味しいものもあるし、あるあとやっぱりスポーツ読書、はい、あとなんかわけのわからんこと言ってたな、なんかファッショナブルな秋じゃなかった、なんかおしゃれの秋、おしゃれの秋、芸術の秋、うんうん、読書の秋、うん、言ったよだいぶかぶさったわけそうそう、うん、この秋を満喫していこうということね、はい、まずやっぱこの、ね、この秋の海もいいじゃない、あいいです ね秋の海って初めてかも、本当、嘘、なかなか来ない、もう夏終わったら行かないから、嘘やん、夕方とか、うんうん、いいよ、ね、え、うん、デートストップとしていいってこと、デートストップ、何それ違う、デートスポットとしていいってこと、うん、そうやな、うん、あいいかも、パチンコ番組なのにパチンコ情報なしという妙な感じでお届けしますが、今日は3人のブラッド田ノ浦散策をお楽しみください、ファンファンファファファンファンファファファンファンファファファンファファファン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 ファファファンファンファファ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 ファパチンコプレイガイド TV 大分版、なんかさ、リゾート地みたいじゃないですか、すごいね、木が、めっちゃ綺麗、いやない、いいでしょ、秋の海もいいですね、知らなかった、知らないことだらけだなだって海といったらもう泳ぐやつしか頭にないから、どうぞどうぞ、うん、どうぞどうぞ、どうぞ、夏限定でね、あ、許可得てますから、どうぞ怒られるから、僕なんならもうそれ走るから飛ぶんで、いや、どうぞ、そんなアクティブじゃないですから、あら、本当風のこう感じが ねやっぱり違うね、爽やか、もうちょっとね、横に爽やかな男性がいたらもっと楽しいのにね、自分でくるくっていじられるのがないんですよ、ただ編集点作ったからここでコメント返すと使われるでしょ、あら、きほちゃん残念、飛び込み禁止のでしょうね、飛び込み禁止のことがダメでしょう ね危ないでしょう、普通、ね、あ、足の短さはもうみほちゃんが飛び込み禁止だもん、残念でしたね、せいさんでしょ知らん顔、見てこの顔ね、いや、だからここでコメントするとまだまだ使われちゃう、もう使われるよ、ね、ここさあ見てほら、もうわーすごーい、なんか寝っ転がれかな、寝っ転がれ、チクチクする、寝っ転がれ、いいぞ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 、あー、セクシーショット、いいぞ、じゃあ私も飲めます、はい、シーンまたどうか、なんかね、なんか濡れて、なんか濡れてる、濡れてる、え、ついてるよ、俺ね、来ない、見てあそこ、何かある、ちょっと見てほら、何あれ、ちょっとなんか筋肉ハウスに見えない、ちょっと筋肉ハウス、あ、もうすぐホールで会えるけど、ちょっとおしゃれなデザインやで、なんだろう、なんか結婚式場のさ、ちょっとちっちゃいバージョンとか、ぽいぽいぽい、あ、ちょっと待って、え、危ない危ない、お花、かわいいお花、あら、ほんと、せいさん、そういうとこにも気づくんですね、気づきますよ、それも自然と一体化してますから、ほんと、母なる我が大地すごーい、ここ素敵、見て、ほら目の前、海だ、素敵やな、これ、やっぱこういう
とこデートできたら楽しそうですね。あ、もうあちらも別府ですよね。まあそうだ、ね、あちら別府です。あれ別府なんか、ね、はじゃあちょっとほらもうせっかくだから海のそば行きましょうか。ですね、海のそば癒されるわ、ね、もうご家族でもカップルでも、うんうんうん、いいよね、ノープランでちょっとね立ち寄るだけで、うんうんうん、いいね、こういう木が好き、このパイナップルの木。パイナップルの木、パイナップルの木なの。そう違う、パイナップルなんて、これもう全体的にそのパイナップルに見えるっていうだけだね。パイナップルの木って呼んでたのか。パイナップルでっかいで呼んでなかった。そんなもんあんた食べきんの3日3晩かかるわいやなんか南国っぽくていい。せっかくの海なんであれもやっちゃいますか。10月になりました、うんうんうん、ね、この秋の、はい、挑戦したいことをね、ここでそれぞれみんな海に向かって誓おうじゃない、というところでございますよ。じゃあ美穂ちゃん、番組を代表して美穂ちゃん誓いなさい、この海に。はい、もっと大分を知れるように頑張ります。あっ短かった、本当はもっとあるんだけど番組を代表してるよ、俺の振りが効いたのか。そんな大きいテーマに臨んでくるなんて、ね、でもやっぱり大分いろいろいいとこあるから。そうだね、いろんなとこ行きたいよ ね。例えば大分は美味しいものもいっぱいあるの。お、例えば鳥天でしょ、団子汁でしょ、唐揚げ、ここら辺は、そうそう、唐揚げとかフグ、フグ、そう、大分フグもね、有名なの。意外とカボスとかも、カボスジュースめっちゃ好き。そして、そして、あと、ひたはひた焼きそばとか、そばとか食べてないの。でも食べてない、俺それほとんど全部食べてます。嘘、いつ食べたの私たち大分来たけど食べてないよね。そうそうそう、あれなんて書いてるの、缶味缶そば何何、あの缶味缶そば食べてないのあーそう、うん、分かんなかった全然。でも、でも俺やっぱりあの新しい土地に来たらまずは私食べ物から食べますので、うん、大抵食べてますよ。一番美味しかったの何ですか。いやいや、もう一番なんかつけられない相当食べてますね、これは。そりゃ食べますよ、食にはこだわりますよ。だってもうそんなに長くね、君たちみたいに長く晩ご飯食べる気はないですから。九州高速大臣食べてるからチャンスがある。急いでるね、急いでますじゃあ皆さんもこの海に向かって、皆さんもこの海に向かってこの秋やり遂げたいことやってみましょう。いくよ、代表して、そう、okay、せーの。いや代表戦でもいいよ。ちょっと待って、今言おうと思ったの。ああ代表戦でもいいよ。みなちゃんの個人的なことでもいいよ。視聴率だってー、かぶったわ、めっちゃいい視聴率アップ、うん、おー素晴らしいじゃないですか、ね、さすがあのスモンサーの方々から金一封だと思うありがとうございます。じゃあ最後にせいさんバシッと言ってくださいよ。何を？やっぱりせいさんがね決めた方がいいと思うんですよ最後は。え？私たちは代表して、そうね、お願いします。三人を代表して？うん。三人を代表しても、パチンコプレイガの TV を代表して。いっちゃってください。あ、いいですよ、そんな重みはいい。なんでプレッシャーに弱い人？いや、いった方がいいよ。やっぱせいさんが。うん、そうだよ。我々三人の目標。はい。聞きたい。そう？はい。うん、どうしてもって言うならね。じゃあ久しぶり大きい声出すか。お、行くぞ。はい。大分に住むぞ。本当に？お。よし、行こう。せいさん本当？それ。次はシャレオツな不動産屋用意してますね。マジで？何せいさんの家探し。なんか意味わかんない。何何？田の浦ビーチを堪能したところで、後半では以前行っていたあのスポーツに挑戦しますよ。今回はパチンコ情報を無視して田の浦界隈を散策する3人。次に訪れた場所は、いや実はね、あの、はいはい、番組にメールが来まして、うんうんうん、はいはい、まあ、大分まだまだいろんな楽しみ方があると思うよ、はい、そこでね、はい、我々もうぐんと楽しんでますと、はい、もうぜひせいちゃん取材来てみたいなね。
せいちゃん取材に来てみて。言えたら高かったよね。せいちゃんって見てみてこれパンパン聞こえるでしょ。聞こえるよ。え、こんなところがあるんだ。何何何これ。こちらも T-WAVE というね、もうあのスポーツ施設でございますけど、はい、屋根付きのね、もう何でもスポーツ楽しめちゃう。そこでほら見て。すごい技今の。かっちょえ。かっこいい。見て見て見て。田の浦ビーチから道路を挟んで反対側に位置するこちらが T-WAVE。700平方メートルあるこの施設ではプレイヤーに優しいスポーツ用コートになっており、スケートボードや車椅子バスケットなどのスポーツの練習に利用されていますよ。さっきはね、 T-WAVE にスケボーを楽しむ彼らをね、はい、ちょっとねピックアップしにお邪魔しました、はい。まあ、そもそもあのマッキーガーの番組にちょっとね、うん、我々の姿をね、ちょっとプレイガイ TV でぜひ紹介していただきたいということで、はい、我々もほら大分の楽しみ方どんどん知っていきたいんでね。ですね、うんうん。え、マキー、あのこの4人はどんな感じの集まりなんですか？これはですね、大分のスケートチーム、うん、ギャザーっていうチームがあります、うん、それの集まりです。そうなんだ、はい。え、そんな中、え、マキーがリーダー、そうですね、はい、リーダーです。今、吐いて力強い声あったよ。いや、ぜちょっと吉川津です。吉川津くん、はい。そして龍です。リュウ君、はい。タッチャンです。かわいい。タッチャン、タッチャン、タッチャン、ちょっとなんかエグザイルの人に似てない？あ、エグザイルは、アキラ、アキラ。あ、ね、あのちょっと先生っぽいよね、ほんと ね、 ね、もう若者を代表してみたいな。ね、え、どれぐらいの頻度でスケボーやってるんですか？ほぼ毎日です。めっちゃ愛してます。耐えてる。でも普段はみんななんかお仕事されたりとかやってるんでしょ？はい、もう仕事の合間を作って。そうなんだ。そのギャザーっていうチームはもうこの4人で完結？いや、まだ何人かいます。あ、そうなんだ。もうスケボー歴は長いんですか？はい、長いです。自分10年やってます。おちょっとさっきからちょっと気になってたんやけど、ちょっぴりこう片言っていうか、ちょっとあの、はい、自分ブラジルの方で、今置いた6年目ですね。あ、仕事で。そうなんだ。ブラジルの方よ、これは。いや、最初からなんかみんながね、なんか、あ、なんかそんな感じがするとか言ってもずっと見てたんですよ。普通のあの、いい男見つけた時のリアクションだよ。てる。あ、そうなんだ。大分6年。はい、6年。もう大分の街はもう浸透しちゃいました。はい、自分仕事で結構回ってるんで、ほぼ知ってますね。そうなんだ。それでは早速ギャザーの皆さんのお手並みを拝見しましょう。
いや、どうせ。スケートボードに興味のある方はぜひ田ノ浦 T-WAVE に遊びに来てください。大分をみんなで盛り上げましょう。